皆さんご機嫌いかがですか。次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は幻の焼き芋、あの希少スイーツ、つぼ芋ブリューレの作り方、ブリューレですよ、言いにくいわ。ネットでも買えない方が続出しているということでですね、幻の焼き芋スイーツ、つぼ芋ブリューレでございますよ。幻ですよ。だからね、手に入らないのなら作ればいいじゃないかということで、作って奥方様と娘に食べてもらおうかなと。次郎丸のつぼ芋ブリューレの作り方なんですけれども、まずはつぼ芋ブリューレの元となるつぼ芋を、作っていきたいと思います。つぼ芋は壺の中に放り込んだ炭火ですね。炭火、イコった炭火の遠赤外線効果でですね、あのお芋さんをじんわりじんわり、焼き上げていくというわけですね。で、そのためにはあの炭作りから、ちょっとやっていかなあかんのんですけれども、こうやって焼却処分する刈り草や竹やね、あの野菜残さいっぱいあるので、へたったドラム缶でまず野焼きをしていきます。で、炭おこし用の缶にね、あの消し炭を詰め込みましたので、それをねドラム缶の上に乗せた網の上にちょこっとこう置いときます。ほらもうメラメラファイヤーで熱々、やけどしないようにね。で、いい具合に炭がいこったので、今度はこれをねこのペール缶にセットしていきます。このペール缶がね、あの壺芋の、壺代わりになるというわけですね。ほいで100均グッズを組み合わせて、作ったこの網でですね、あの収穫したさつまいもですね、品種はシルクスイートとカンタ君でございます。これを炭火でじわじわじんわり焼き上げていくというわけです。じゃあ、あの蓋をして焼き上がりを待つことにしましょう。まあ、あのちなみにお芋さんですね、収穫したさつまいもはこんな感じでした。手頃なサイズがね数多くっていうのが理想だったのですけれども、もうこれご覧のように小さい芋から巨大なやつまでもバラバラですわ。ちょっと芋作りが下手でございました。でその中でもねいいやつをちょっとチョイスして、さつまいもの垂直栽培とつぼ芋の作り方は概要欄にリンク先を貼っておきますのでね、ご興味のある方はぜひご覧くださいませ。ほいで、つぼ芋はこうやってね何度も何度も、向きを変えたり天地をひっくり返したりこうするわけですね。炭火の遠赤外線なので焼けるのがむちゃむちゃ遅いです。焚き火のね、焚き火に掘り込んだ焼き芋のようにね、すぐに焼けるってわけにはいかないですね。軽く3時間は経過してしまったでしょうか。まあほこほこといい具合に、焼けたような気がします。色もね焼けたような色をしてます。触ってみてもちょっと柔らかい。焚き火の焼き芋だったらね、もう明らかにねパコッと皮が割れたりして焼けるのが分かるんですけれども、これは遠赤外線でねじんわりじわじわ焼くので焼き上がりが分かりにくい。でもこれ見たらもうおそらく、ちゃんと焼けていると思われます。で触ってみても柔らかくなってるんでね、はい、もう間違いないでしょうということで割ってみたら、焼けてましたけれども、焼けてましたけれども、なんか焼け具合がふかし芋ね、ふかし芋みたいな、ふかし芋に近い感じが印象がいたします。極上スイーツ次郎丸つぼ芋の完成です。こちらの方もね奥方様と娘の評価も上々でございました。で今回はこのつぼ芋を使ったつぼ芋の発展系ですね、つぼ芋ブリュレでございますよ。ブリュレってね言いにくいんで、では作っていきましょう。まずはカスタードクリームを作ります。卵はね黄身だけではなく白身も全卵ね、全卵使います。砂糖は大さじ4ってなってたんですけれども2にしときます。
まあなんせね、生活習慣がこれね気になりますんでね、甘すぎるのはよろしくないし、それにつぼ芋自体が十分ね甘いですしね、さらにあの上からグラニュー糖かけるんでね、もうこれ以上甘くせんでもいいでしょうということで、息子が生まれる前からこの家にあるハンドミキサー25年以上使ってますけれども、全然びくともしない。昔の家電は丈夫で長持ち、ほんと感心しますね。まだまだ現役ですよ。で、薄力粉を大さじ2杯入れていきます。で、これも混ぜます。粉がピャーッと飛び散らないようにね、そーっと優しく混ぜていきます。牛乳を1カップ200cc ですね。この牛乳 200cc を優しく注ぎ入れます。これで、また混ぜます。で、今度はね、あの電子レンジ 500W で30秒ほど軽く温めて、また混ぜます。これでまたね、あの電子レンジ 500W でさらに30秒温めて、また混ぜます。ということで、あの30秒温めては混ぜ、30秒温めては混ぜというこの工程をね、何度か繰り返していくうちに次第にクリーム状になるわけですよ。ほいでね、あのクリーム状になったらね、バターを一かけですね、バターを一かけ、切れてるバターですね、これね、バターを一かけ、放り込むとべちょーってなるのが防げるということでございます。これで、香り付けにバニラを数滴お好みで、でそれを混ぜ合わせたら完成ですね。クリームなってますわ。あのあれですよ、シュークリームに入ってあるあのカスタードクリームみたいにちゃんとなってます。で、これがまたね、ちょっとあのスプーンを舐めてみたら、甘みを抑えた癖になる甘さ、回しパティシエになれるかもしれないなんてね、思っちゃいました。ブリュレ芋にね注入していくんですけれどもね、石焼き芋のように隙間ができてないんですよね。なんか深い芋みたいな感じになってるので、で仕方がないのでクリームをのせるくぼみをね、こうやって作っていきます。ですくった部分もこれはこれでまた美味しく、いただけるわけですね。栗みたいな味して美味しかったよ本当に。でくぼみにカスタードクリームをのせます。こういうことですな。こっちの方もカスタードクリームをのせます。で、表面にですねグラニュー糖をちょっと多いめにね振りかけていきます。でこれあのいつも畑で使ってるバーナーでちょっと汚いんですけどね、まあまあね、火はあのね熱消毒ですね、大丈夫でしょう。これで炙っていきます。でどうやらねこのね火炙りやることをねブリュレと呼ぶそうですね。なじまんなこのいいねブリュレみたいなねスイーツとかね、なんかそういう方かな、どうもねなじまない、やってるうちにねむっちゃそれっぽくブリュレできましたよ。はい。で、これをですね奥方様と娘に試食してもらったところですね、はい、表面はパリパリ、中はとろーりと甘くてですね、これはもうむっちゃ美味しいとね大好評でございました。また作ってっていうことなので、クリーム余ってあるしまた作ろうかなと思います。ということで、畑で採れたさつまいもとあのペール缶で作ったつぼ芋ですね、そいつを使った希少スイーツつぼ芋ブリュレを家でも作れるよということで、参考にしていただくことはできましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録お待ちしております。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。